はい、と、ファイナルファンタジーレジェンズ実況プレイパート83やっていきたいと思います。さあ、ですね、まあ、ついに、今、やっているジョブ、すべて、マスターしました。マスターってかね、上限まで上げましたよと。まあ、一応、裏作業でアイネスとかも多少やってたんですけど、まあ、とりあえずね、メインの5人は、上げ終わったんでね、いよいよ先に進んじゃおうかなと思います。レベル80とかいっちゃってね、だいぶゲームバランス崩れちゃったかもしれないけど、まあまあまあ、頑張ろう。さて。ではでは。なり？しか。よくぞここまで来られた。その声は、確か縄文で聞こえてた。さすがは光と闇。二つの世界でクリスタルに選ばれた戦士たちだ。君たちはクリスタルの力を存分に証明してくれた。心から感謝しよう。クリスタルの力を、俺たちが証明しただと。さあ、その力を我らが大皇帝に捧げてもらおう。君たちの役割はクリスタルの力を集め、届けることだったのだよ。このアバロン大皇帝のもとへね。これ X ですみたい。な、それが帝国の狙い。ふざけるな。今までどれだけの命が犠牲に。おとなしく聞いてりゃ図に乗っちゃって、冗談にも程があるわね。はい、そうですか。と、渡すわけにはいきませんね。クリスタルの戦士たちを丁重に迎えようと思ったのだが、やむを得まい。その鼓動を止め、クリスタルの力を取り出させてもらおう。背の高いケフカみたい。はい、起動。で、スペルかけて。アルジーとギアバス。
ちょっとうざいなぁ。低属性じゃダメだね。あ、ホーリーダンスだ。さすがです。さすがは光と闇の戦士たち。本当に残念です。あなた方は自ら破滅への扉を開いてしまったのです。俺様の出番が来るとはな。だがこの俺は、あの偽善者とは違うぜ。俺こそが奴の本性にして最後の真相。闇の下兵だ。貴様らの腹渡をひねり出し、その力を喰らってやる。あ、そういうこと。結構いいタイミングで変わってくれたね。ホーリーダンス入ったっしょ。じゃあヘアルだとホーリー、メテオの2連続乱れ打ち、ファイナルヘブン。おお、すげえダメージです。食らっちゃう。せー、弱くない？弱くない？弱くない？あれ？なんとか勝てたみたいだな。まったく、アルバ様の怒りの導火線に火をつけてくれちゃって。怒りと闇の真相が同一人物だったとは。怒りの中に闇がつく。なるほどね。これは、ただ一人。アバロン大皇帝。いよいよ長い戦いの決着をつける時が来たようですね。ラストバトルだもん。一切の手加減なしで行かせてもらうよ。行くぞな、ハト。ああ、行くね、アバロン大皇帝。あ、死にっぱなし。ガチで金か。あ、でもダメージ軽減されてる。乱れ雪月下。あ、普通に乱れ雪やった方が追求すんな。これも、そんな強くないぞ。どういうことだよ。
手応えがない。俺は荒の甲冑だな。そんな、一体どういうこと。どうやら本当の戦いはこれからって展開らしいわよ。この闇の底に全ての答えが隠されているようですね。ここからが本当の最終章か。無限の狭間、やたら綺麗な場所だな。確か大皇帝から出てきた空間に入ったはずだよな。それなのにどうして。ちょっと、ああ、飛ばしちゃった。何者だ。世界は絶望に満ちている。さあ、その輝きで我を照らすのだ。今の声。耳じゃない。心に直接聞こえてきた。ここにもまだクリスタルが。確かめてみようぜ。そうですね。どうしたの？今の声、本当にクリスタルなのかしら？なぜそう思うんですか？氷のように冷たかった。大皇帝か。その可能性はありますね。行くか。次元の狭間と悪ゲーム。お。どこだ？あったがいるぞ。やっと来たか。貴様もここに。やはり俺たちの邪魔をしようってのか。そんなつもりはない。得意の忠告ってわけですか。察しがいいな。このまま行けば誰かが犠牲となって命を落とす。確実にな。もしか。言っただろ、忠告さ。ちょっと待てよ。ここは一体どこなんだ。知りたいなら自分の目で確かめな。待て、お前はどちらの味方だ。さてね、どちらかの敵ということはあり得るかもしれんな。またのやつ。実はそちら側ということか。宝箱が2個。いや、普通に出るとね。
リクサー。あれは？ルクスか？どっかな？こんなところに。でも間違いない。ルクス城。普通にフィールドマップだ。普通に人がいる。いるじゃないか。ブーポイントゲットだ。早速割り振ろう。ねえ、いよいよ最後の割り振りが近づいてきたよ。というわけで、ナイトです。暗黒騎士。セーラは召喚士、スクが闘士、アルバは魔人、アイギスが竜騎士、ディアーナが結構忙しくて、ディアーナひとまずシーフ。レイブは忍者。戦技と力アップか。めっちゃ低いからセーブザクイーンにしとこう。
これは、これ次リトに通るんでしょうか。あ、いや、戦技。これスキル。トラップでいいや。お前たちはどこかで見た気が。覚えていないのですか。遠征に出ていたアイギスです。アイギス、どこかで聞いたのだ。最近物忘れがひどくてな。アベッチさんのことも。ベッチ、思い出した。あいつは今どこに。元気でしたよ、元の世界で。元の世界、どういうことだ。そうか。つまりこちらの世界はその次元変動と言われて弾き出されてしまったわけか。おそらくは。この世界は得体の知らない魔物たちに支配されている。奴らには城の兵士も歯が立たないのだ。俺たちは無の軍勢と呼んでいる。無の軍勢。ところでビックスさん、他の人たちは。漫画わからん。え？気づけば我々だけだったのだ。そんな。じゃあ母さんたちも。すまない。この無の軍勢ってやつのところに乗り込もうぜ。きっとみんな無事のはずだ。行方を探すんだ。俺たちは希望を捨てない。だろ？ああ、そうだな。どうしても行くというのか。無の軍勢は城の北東に巣くっている。だがおそらく、お前たちでも。大丈夫です。私たちにお任せください。ね、こう。あそこ地下室あったよな。
なんだこれ。が迷路みたいになってる。生きてるんかーい。迷路だね、完全に。よ、戻るかな。さすが収賞のだけであって、雑魚的も。強い。結構耐えるこっちの攻撃。だからここだ。どこ？なんかいる。なんかいる。ちょっと待って、これは一旦ここら辺にして次回挑もうか。はい。では、今回ここまでさせていただいて、次回この先にいたなんか怪しいやつに、挑んでみたいと思います。多分ボスだよね。はい。まあ、そんな感じで、ファイナルファンタジーレジェンズ実況プレイパート83最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てるなー。